札幌市は今日全職員およそ二万二千七百人に冬のボーナスにあたる期末勤勉手当を支給しました。総額は百七十六億五千万円です。今日支給された札幌市の冬のボーナス係長以下の職員の税込み平均支給額は去年から一万六千円減少して七十一万一千円。秋元勝弘市長は。 3万円、3人の副市長は万円です。市は人事委員会の勧告に基づいて手当を0.05ヶ月分引き上げる条例改正案を開会中の市議会に提出しています可決されれば職員の平均支給額は73万円となり支給総額は3億9000万円追加されて 180億4000万円になります。